どうも、黒りんごの庄司です。今日もね、ワンタップ成長日記やっていきます。はい、前確か狼少年だっけ。あれ、芸能人の彼女、どういうこと、あれ、狼少年じゃなかったっけ前。そう、あれ怪獣の彼女、どういうこと、俺やってないんだけど、これは、どういうこと、不良少年、なにこれ、お化けの彼女、これはやった、あのパンチラ貞子ちゃんね。これやってないんだけど、どういうこと、前のどういうことなんかクリアってなってんだけど、まあいいか。怪獣な彼女やってみます。怪獣の彼女、起きたら目の前に大きな卵が、どうしよう、温めるでしょう、でも冷やす、割れちゃった、ドロ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 、冷蔵庫で冷やしましたら割れたけど、キモい何かエンド、じゃあ温めます。はい、あら可愛いね、目が見えないけど、はい、キュッ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 可愛いね、何、化け物、化け物生まれた、擦り込みで俺にやたら懐いてくいる、こう見ると可愛いな。はい、次、すごいパワーで動き回るけど、おとなしくさせたい、いや、テレビでしょ、テレビだよ、でも抱っこしちゃいます。はい、やば、どうしたこいつめちゃくちゃ、めちゃくちゃかじってきてる、スキンシップは無理だったか、血の味を覚えた化け物エンド、じゃあ左は、どうしたの、なんかスパッツみたいなの入ってるね。はい、テレビに夢中、かわいい化け物、化け物、名前つけてあげたら、はい、食事量が半端じゃない何をあげればいいんだ多分生ゴミじゃない、この流れだと、左、あ、普通だったわ、めちゃくちゃおデブちゃんになっちゃった、あ、正解なの、おデブちゃん、うまいか、もう金はないけど、ブクブク太っていく姿を見るだけでお腹いっぱいだ、君が幸せならいいんだ、もう金ないとかもう終わりやん、じゃあ食わせていけないよ、じゃあ反対はどうなったの、生ゴミ、ゴジラになった、ゴジラゴジラ、キャー、生ゴミの何がダメなんだよ、贅沢な化け物エンド、眠そうだな、どこで寝かすかなどっちでもよくない、押し入れ、おお、さなぎになったよ、怪獣だったんじゃないの俺、気持ち悪い、さなぎが押し入れにできてる、キモエンド、布団めちゃくちゃ美しいんだけど、なんかさっきのおデブちゃん、ここはどこ、脱皮して美しくなった、結婚してください、はい、俺と結婚確定ね、最高すぎやろ、さっきまでおデブちゃんだったのにさ美しい、最高、はい、芸能人の彼女、さっきのやつね、うちの芸能事務所に新しい子が入った、最初に与えるべきなのは、鏡、あ、合ってたわ、ちょっと可愛くなったね、はい、はい、社長、私可愛い、表情を作るのが上手くなったよ、子供服のモデルとしてデビューを飾ったぞすげえじゃん、じゃあ台本はなんかアホになっちゃってるね、何のこと読めない文字ばかりでアホ丸だし、番組はなし、エンド、でも可愛いじゃんね、こういう感じね、はい、スキルアップしていくぞ、次のレッスンは、ヒップホップじゃない、ダンス、
バレ、よし。めちゃくちゃ美しいじゃん、最高。めちゃくちゃ可愛いじゃん。え、ないっす。さっきからみんな私のことを見すぎ。さっきからみんな私のことを見すぎ。姿勢とスタイルがいい女性に成長した。清楚系で、ま、万人受けするタイプだな。いや可愛いわ。じゃあ反対は、ヒップアップしたらどうなるの。はい、ポチッ。おう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 、やばいよ。イエー、社長死ね。やべえだろ。うん、社長に向かって言うな。うん、感化されすぎやろ、下げすぎだろ。闇落ちヒップホッパーエンド。おお、やべえ、タトゥーめちゃくちゃ入れてる。まあ悪いことではないんだけど、うん、日本ではちょっとやばい目で見られるからね。はい、やっぱね、こういう清楚系、うん、いや可愛いよね。うん、最高。うん、オーディション受けてみよう。どの道に進ませる。女優でしょ、清楚系でしょ。うん、女優でしょ。でもアイドルになりなさい。はい、うーん、なんか、え、うーん、めちゃくちゃなんか腕やばくなかった今。んおー、おパンティー。おパンティーは、おー、ピンクパンツ。エロ。このゲームなんかピンクのおパンティー好きだね。はい、サダコもピンクだったし。気に入ったい。グループ内でいじめを受けたらしい。闇落ちアイドルエンド。闇落ちなの。かわいそうだけどね、こういうの。はい、じゃあ女優になっちゃって。はい、かわいい、めちゃくちゃかわいいじゃん。うわ、スタイルもいいし。いや、めちゃくちゃかわいい、最高。ファンの皆さんのおかげです。初主演した映画で見事に存在感をアピール。新人賞を総なめ。うわ、最高じゃん。いや、かわいいよ。うん、美しい、美しいのと可愛いの最強です。はい、あ、まだ終わってなかった。はい、彼女は海外に行きたいそう。売れているのにな、どうしよう。うーん、ダメ、無理。うん、可愛いじゃん、急にそのまま。え、どうぞ。え、うん、映さないね。芸能界に嫌気がさし引退した彼女、あの人は今エンド。ああ、そういうこと。じゃあ海外行っていいよ。うん、はい、最強になって。はい、うーん、美しい。うん、ちょっとでもさっきまでの方が良かったかな。うん、 Thank you show ね、なこれ、 Thank you so、 海外作品に出演し大ヒット、今ではレッドカーペットの常連だ。最強じゃん、マジ最強じゃん。美しい、可愛い。でも、さっきぐらいが可愛かったかな。はい、身寄りのない彼女。なんかどうなったのこの子。はい、死んだ友達の子を引き取った。え、俺のことを何と呼ばせる。お父さんしかなくね。でもお兄ちゃん、ちょっと可愛くなったね。はい、お兄ちゃんと家族で嬉しい。家族になりました。このお兄ちゃんこんな感じだな。はい、じゃあ反対は、お父さん。あれ、はい、ええ、ねこれ、どういうこと。え、お父様今、え、死んだ親でトラウマ再来エンド。え、そういうこと。じゃあお兄ちゃんでよかったね。はい、遊びに行きたい。あ、どこに行こうかな。公園でよくね。多分遊園地じゃない。よし、お、かわいい、めちゃくちゃかわいくなってんじゃんけど。最高にかわいいじゃん。お兄ちゃん覚えてる、ブランコを自分で漕げるようになったのね。かわいく元気になって嬉しい。え、反対はじゃあ遊園地。あー、こっちもかわいいじゃん。え、何しゃん、え、何しゃん、明日も連れてけ。いや、普通に可愛いけどね。はい、夢の国にはまり甘やかしてたら生意気なガキになったエンド。まあ、生意気すぎるとダメだけどね。はい、最近反抗期みたい、どうしようかな。
叱るでしょ、うん、叱るが、うん、ダメダメだけど、はい。めちゃくちゃ可愛いんだけど、うん、最高やん。すみませんでした。素直、素直なんだね、はい、本当に素直で、素直でいい子、しっかり反省してくれてる。じゃあ反対はどうなんの、無視する。やに、タバコスパスパ、はい、やにやに、はい、私たち他人だもんね。関心が必要な年頃の家でエンド、うん、止めろ、家ではダメだよ、うん、はい、卒業おめでとう、このまま暮らす、独立する、うん、当たりは同居、外れは独立。おお、ガリガリのサラリーマン、もう無理、死ぬ。社会の荒波にも飲まれ、飲まれじゃない、揉まれ、揉まれまくって折れるエンド、荒波に揉まれまくる、ん、お、もういいか、はい、じゃあ同居します。おお、結婚した、もしかして、え、え、私を待ってくれてありがとう、今日から本当の家族になった嫁。いや最高やん、こんな可愛いこと結婚できるなんて。うん、谷間も最高だね、ここ、はい、谷間。はい、次、無人島の彼女。え、無人島、うん、やったよこれ、やりました。え、カット、はい、はい、来た、うん、うん、やっと狼のとこ来たよ、うん、この男の子はね、うん、男の子だから、うん、もうスパスパやっていくわ、うん、当たりの方を選ぶわ、うん、はい、うん、狼に育てられた少年を保護してうちの研究所に連れてきた、まずは、風呂に入れます。うん、普通に間違えてる、うん、はい、あ、狼だからか、はい、だからうわーってなって、うん、かじってる、うん、かぶり、うん、暴れて噛みつかれた血祭りエンド。あー、え、じゃあ体を拭く、はい、うん、うん、ね、ふんふんふん、気持ちよかったのかな、泥を落としただけなのに結構可愛い、うん、不安で夜あまり寝れてないみたい、リラックスしてもらおう、窓を開ける、おおほほ、狼男、えい、ああそういうことね、うん、満月に興奮して外へ、狼男エンド、はい、じゃあ犬、え、何、犬与えたらなんで、うん、パーカー着てんの、どういうこと、おほほ、でか犬。でっか、うん、狼の両親を思い出してるのかな、安心してぐっすり眠ってる、だいぶ慣れてきたみたい、次のステップは外へ出る、普通に待ち、うん、何、ね、これ、おお、鳩やったなこれ、うん、鳩やったな、おお、ぐる、途中でお腹が減って公園で鳩を襲う、収まらない欲求エンド、俺普通に当てる方を選ぶとか言って間違えてるわ、はい、言葉、はい、ん、ん、言葉も理解できるようになったね、やっと君とお話できるかな、はい、あ、一緒に暮らすね、はい、来た、はい、ん、何、サラリーマンになったね、はい、僕を育ててくれてありがとう、いやでも泣けちゃうじゃない、あ、これ女だったのかな主人公、はい、立派に育って嬉しいよ、はい、よし、オタクな彼女、娘爆誕、立派なオタクに育てるぞ、あ、立派なオタクに育てるんだ、うん、漫画、うん、どういうこと、楽しいよ、うん、これさっきの、ん、この漫画の絵さ、これあの VTuber の子のやつじゃない、色違い、しまった、字読めないんだった、破かれたコレクションエンド、はい、アニメ、うん、まあまずまず可愛くなってきたね、はい、いん、集中してる、この調子でオタク教育を進めよう、よし、暇そうだな、パパのおもちゃ貸してあげよう、うーん、プラモデル、え、なになに、吐きそうにやってない、ん、あ、そういうこと、ご、細かいパーツを飲み込んでしまった、救急エンド、はい、左、ぬいぐるみ、あ、痒くなってきたね、はい、ん、一緒に敵を倒すんだ、
自分の物語を作ってる。二次創作に向いているな。うん、かわいいね。ゲーム買って。いいぞ。どれにする？多分恋愛ゲームでしょ。うん、格ゲーだったわ。うん。でも確かになんか可愛くなってきたね。オタクっぽいね。なんか、うん？僕しか勝たん。めちゃくちゃまた広げてない？神業連発。オタ活でストレスも発散。素晴らしい。はい、じゃあ恋愛ゲームは？かわいいじゃん。え、こっちの方かわいくね？え、こっちの方かわいいよね。うん、これはやばいね。おい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 、ハマー。これはダメだ。獣道エンド。BL ですね。はい、もうすぐ娘の誕生日。プレゼントするのは、多分左でも右。おお、エロ。エロくね。え、めちゃくちゃ化粧品ですごいことしてんね。え、おお、やべ、あんま言いすぎればやばいかな。私の魅力に落ちなさい。よし、撮影しまくりだぜ。このケツ、うん、太もも、そして谷間、すべて俺のもんだ。うん、美しいオタクな娘で、パパ、嬉しい。うん、最高、俺の娘。最高だぜ。うん、それはやべえよ。はい、じゃあワンピースは？こっちの方がオタクじゃん。おい、こっちの方がオタクだよね。まあ、どっちもオタクか。ダサ、パパこんなのが好きなの？パパにがっくり。エンド。はい、まあ今回はここまですっかな。うん、時間もいい感じなんで。うん、はい、うん、いやー最高だね。セクシーすぎ。うん、最高。はい。うん、次回この続きからやっていきます。続きはこれ、貧困な彼女。まあこっからやっていくわ。じゃあ、はい、よかったら高評価チャンネル登録よろしく。じゃあ、バイビー。